ウォッチャンスタジアムです。埼玉西武ライオンズ右の田中マウンドに上がります。今日は配球にも注目。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは坂本。インロー、カットボール外れてボール。投げた、インコース引っ張った、これはヒットになります。坂本ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。打ちました、ヒットエンドラン、ライナー破った、センター前クリーンヒット、三塁タッチはセーフ、ヒットエンドラン成功です。ライオンズ先制のピンチを迎えます。三塁送球、ランナーを二塁に進められてしまいました。打ちました、これはショート正面。一塁送球、バファローズまずは1点先制。バッターは4番村上、第1球ストレートはボール、第2球投げた、スラーブはボール、第3球は打った、センターへ飛んだ、掴みました、中継ホームイン、バファローズさらに1点。バッターは5番近本、投げた、初球から打ってった、1・2塁間への当たり、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって右の1回の裏、2点を追いかけます。ライオンズの攻撃、トップバッターは坂本、打ちました、初球打ち、フラフラっと上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番柳田、ボール、第2球投げました、打ちました、いい当たり、打球はそのまま伸びていく、センターバックダイレクトで当たった、センターからセカンドへ、柳田いいバッティングを見せました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは村上、ストレート見送ってストライク、いきなり158キロ、打ちました、ジャンプ、ジャンピングキャッチ、ファインプレー、これで2アウト。さあなんとか追い上げたい場面でバッターオースティン、第1球投げました、初球見送ってストライク、いきなり162キロ、インハイ、ストレートは外れてボール、第3球を投げました、高速スライダーはストライク、追い込んで投げました、危ない球、第5球投げました、打った、アルボール、第6球はアウトコース、ボール、第7球を投げた、内角低め外れてフォアボール、左バッターボクサー5番丸、第9球ボール、投げた、インコース引っ張った、ライト前クリーンヒット、中継、ライオンズ1点返しました、丸タイムリーヒット、ライオンズなおもチャンス。右バッターボクサー6番山田、大きな声援が届いています。初球を打ちました、ライト前クリーンヒット、ライオンズ追いつきました、山田タイムリー、ライオンズなおもチャンスが続いています。バッターは7番甲斐、投げた、初球ストライク、いきなり162キロ、バッターの足元、第3球を投げた、決まった、ストライク、バッター追い込まれました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山川、打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。第9投げた、アウトロー、際どい球、ボール、打ちました、センター方向へ持っていきましたが掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー佐々木、投げました、初球打った、ファール。さあ次の投球、投げました、打った、レフト前進、掴んで、これで3アウトになります。田中2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー田中、1球目ストライクから投げました、ボール、第3球を投げました、打ちました、あっとバットが折れた、坂本取りました、これでバッターは9番辰巳、投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、吉川掴んだ、1塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って坂本、第1打席は内野フライに倒れています。投げた、インコース高め、外れてボール、投げた、3球目空振り、次が4球目、投げた、フォークボール空振り、追い込んでから第5球投げた、161キロ直球、空振り三振、バットが空。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番野間、
打った、ファウルボール。第2球打ちました。坂本バックしていった、ヒット、センター前ヒットになった。野間、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。キャッチャーここは投げません。ランナーを二塁に進められてしまいました。追い込んで投げた、ボール。次が4球目、投げました、打ちました、ファール。投げました、インハイ際どい球、ボール。投げました、低めのボール引っ掛けた、フラフラッと上がった。坂本交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ストライク、少し意識しすぎたか。投げました、打ちました。第3球を投げました、打ちました、飛びついた、ワンバウンドヒットになる。中継、セカンドから一塁送球、吉川ナイスバッティングです。ライオンズなおもピンチが続きます。一塁タッチセーフ。第1球投げた、初球から打ってった、ボールはレフトへ飛んで取りました。ランナー二塁へスタートを切った。一塁送球、ホームはタッチはアウト。では改めてライオンズ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは柳田、ストライク、膝元厳しいところ、いきなり162キロ、打ったいい当たりだ。柳田、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナー出ました。初球ストライクから打った、山川ボールを掴んだ、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。投げた、ボール、投げた、外角高めいっぱい、ストライク、投げた、外角高め際どい球、ボール、投げた、ストライク。さあ5球目、ボール。第6球を投げました、ここは選んでフォアボール、よく選びました。第1球投げました、アウトコース高め、ストレートは外れて、ボール、投げました、ボール。第3球を投げました、アウトロー空振り。次が4球目、投げました、ボール、低め。第5球投げた、打った、バットが折れた、これはセカンド正面、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧、ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは村上、投げた、打ちました、ファールボール。1球目ファールから、投げた、2球目ストライク、もう追い込んでいます。投げた、打ちました、ショートバウンド取った。坂本軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打ちました、初球打ち、坂本取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番山川、第一打席はファールフライに倒れています。第2球打ちました、ファール。投球はこれから3球目、149キロ直球、空振り三振、田中美。4回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山田。第2球決まった、ストライク、変化球にキレがあります。投げました、ボール。第4球は打った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。初球を打ちました、セカンド左への打球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー田中、これは引っ掛けた、これは内野へのフライだ、取って、これでスリーアウトチェンジ。ライオン、5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは森、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、高めボール球打った、三遊間の打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー佐々木、バッターは代打坂倉。投げました、インコース低め、ストライク、初球空振りから。第2球投げました、内角ボール球打った、飛びつく、ファールボール。第3球を投げました、低めボール球打った、ボテボテのショートゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番野間、投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、打ちました、
左中間へ上がった、取りました、これで3アウト。田中、佐々木降板。ライオンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは辰巳、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、ストライク。バブローズ外野は浅めの守備を取ります。投球これから4球目、打ちました、辰巳ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って坂本、今日はセカンドフライト、初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ライオンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。1球目ストライクから、危ない球、第3球ボール、第4球を投げた、ボール、第5球投げた、打った、フラフラっと上がった、掴みました、ショートから2塁送球、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、外れた、ボール、第2球投げました、打った、行ったか、どうだ、入るか、レフト下がった、越えた、ライオンズ1点リードを奪いました。3対2、村上タイムリーツーベース、今日初めてのヒットになります。さあ2アウトランナー2塁という場面でオースティン、初球ストライクから、第2球落ちる球空振り、バッター追い込まれました、レフト前クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、ライオンズさらに1点追加、4対2。先ほどさあ2アウトランナー2塁という場面で丸、第9球投げました、まっすぐ見送ってストライク、いきなり151キロ、投げました、見送ってストライク、第4球を投げました、打った、吉川ボールを取る、セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。前半、試合は後半6回に入ります。トップバッターは坂本、投げた、初球空振り、第2球投げた、スプリットはボール、第3球打ちました、詰まった、フラフラッと上がった、セカンドキャンパスの横、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、見送ってボール、打ちました、センター前進、取りました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番吉田、今日はショートゴロとレフトフライ、これはしっかりキャッチしていました。第2球投げた、見送ってボール、第3球を投げた、打ちました、いい当たり、三遊間ライナーで破った、レフト前ワンバウンドヒットになった。吉田いいバッティングを見せました。バッターは4番村上、今日はセンターへの犠牲フライとショートゴロ、このボールも空振り、追い込んでから第3球を打ちました、打球は右中間に上がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは山田、第9球投げました、決まってストライク、伸びのあるストレート、ボール、投げました、あっと引っ掛けた、坂本下がっていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは甲斐、打ちました、ショート正面、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー田中、ピンチヒッターは大山、第9球投げました、アウトロー際どい球、ボール、投げました、打ったいい当たりだ、伸びた、伸びていった、センターからセカンドへ、大山ツーベース。バッターは9番辰巳、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。藤井、第9球投げました、初球はストライク、まずは見送りました、打ちました、ファウルボール、第3球を投げた、危ない球、さあ4球目、打ちました、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ライオンズ1点入りました、5対2。さあ
打順は1番に帰って坂本、タッチはセーフ。第9球ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功ライオンズ。14第2球投げた、流し打ち、どうだ、掴んでこれで3アウトになります。6回ライオンズピッ、試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは近本、今日はセカンドゴロとショートゴロ、投げた、危ない球、投球はこれから3球目、打ちました、レフト前に出る、飛びついた、ヒット、近本ナイスバッティングです。右バッターボックスには山川、今日はファン、打ちました、ヒットエンドラン、これはサード真正面、一塁セーフ、記録はヒット、ピンチを広げてしまいました。バブローズ第9投げた、ボール、まずはアウトロー、投げた、打った、セカンドの左、二塁へ送る、二塁フォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。バッターはピッチャー伊勢、代打は T 岡田、投げました、ストレートはストライク、いきなり151キロ、タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第2球投げました、低めストライク、これで追い込みました、投げました、ボール、次が4球目、投げました、ボール、一塁牽制、一塁タッチセーフ。藤井再三ランナーを牽制します、もう一度一塁牽制球です、タッチはセーフ。第5球投げました、外れた、ボール、投球はこれから6球目、打ちました、ファーストの左、ゲッツーコースター、セカンドフォースアウト、バッターズ点差を2点に縮めました。バッターは9番野間、ライオンズ外野は浅めの守備を取ります。打った、ボールにご注意ください。第2球ランナースタートを切った、高めボール球打った、ショートの頭上取って、これで3アウトチェンジ。7回伊勢降板、7回の裏ライオンズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは柳田、ファウルグラウンドで取りました、これでワンアウトランナーはありません。打った、坂本掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、これでツーアウトランナーありません。1球目ストライクから内角ボール球打った、フラフラっと上がった、取りました、これで3アウト。ライオンバブローズ、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは坂本、今日はここまで3打数1安打、打ちました、坂本バックしていった、取りました、これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスには吉川、これが4度目のバッター、初球打ってきた、ライナー破った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。吉川いいバッティングを見せました。先ほどからレフトに入っています塩見、代打オースティン、投げた、初球空振り、第2球低めボール、第3球を投げた、打ちました、センターへの打球、センター交代、掴みました、二塁はこれでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた低め、外れてボール、投げたボール、第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、投げました、ストレートはボール、第5球投げました、スライダー外れた、フォアボール、バッターは5番近本、今日はここまで3打数1安打、投げました、初球打った、センター前クリーンヒット、中継バックホーム、間に合うかどうか、バファローズ1点返しました。では第9投げました、見送ってボール、投げました、内角高め見送ってストライク、インコース低めストライク、伸びのあるストレート、初球見逃し三振。リプレイをご覧ください。藤井、バファ
ローズ選手の交代をお知らせいたします。8回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは丸、初球打って出た、一塁送球、ここはファインプレーに。バッターは6番山田、今日はここまで3打数1安打。第2球投げた、打った、吉川交代、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番甲斐、今日はここまで3打数ノーヒット。投げた、打ちました、センター前に出る、取ってアウト、3アウトチェンジ。ライオン、さあいよいよ最終回、トップバッターは森、今日はここまで3打数ノーヒット。ライオン第9投げた、見送ってストライク、投げた、打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。ピンチヒッターは柳田、投げた、初球スラーバー空振り、低めのボール球を振らせました。投げました、低めボール球打った、山田ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、勝利まであと1人。バッターは9番野間、ライオンズここは何としても抑えたい場面。代打は菊池、スタンドからは大きな声援が上がっています。投げました、落とした、空振り、さあ次が最後の投球になるか。投げました、打ちました、三遊間のゴロ、村上取った、サードから一塁送球、サードのエラーが記録されます。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。危ない球、第2球投げました、ボール、投球は3球目、投げました、打ちました、セカンド左奥のフライになりました。山田下がった、掴みました、ゲームセット、ライオンズ1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、アボナ。